グルノーブル政治学院は、フランス南東部イゼール県の県庁所在地、グルノーブルにある社会科学系のグランゼコール略称、EAPG、通称サイエンシズポグルノーブル。グルノーブル政治学院は、1948年に設立された、フランスの大学教育研究機関であり、入学試験で選抜された上で入学が許可される、グランゼコールの一つである。 フランス国鉄のグルノーブル駅を通るトラムビー線及び C 線上に位置するサンマルタンデール所在の大学キャンパスの一角にある。グルノーブル第二大学に属し、法律上は公私設法人の地位を有し、自治権限が付与される。一方で、フランス国立政治学財団の運営管理下にある。グルノーブル政治学院は、パリ政治学院、ボルド政治学院、 エクスアンプロバンス政治学院、リール政治学院、リオン政治学院、レンヌ政治学院、ストラスブール政治学院、トゥールーズ政治学院の9校の国立政治学院のうちの一つに含まれる。政治学院の設立目的は、政治経済分野での高度専門知識を有する人材、テクノクラートを育成し、行政、政治などの公的分野や企業等の幹部、 上級管理職要請の役割を果たすことにある。グルノーブル政治学院は、歴史や有力政治家あるいは、高級官僚輩出数では、パリ政治学院の後人を輩するものの、政治学分野の研究、教育において、フランス国内外での評価が高い。卒業生の進路は、行政、公共団体、企業、報道など多岐にわたる。また、 高級官僚養成校であるフランス国立行政学院に進学する学生もいる。他の政治学院の存在する地域圏では地域圏内に一つの政治学院しか存在しないがグルノーブルが属するローヌアルプ地域圏にはリヨンにも政治学院が設立されている。第二次世界大戦後に戦後復興のため行政分野での幹部養成機関として 1872年設立のパリ政治学院や1945年設立のストラスブール政治学院に続き、1948年5月4日、政令によってグルノーブル大学政治学院として発足。現在のグルノーブル政治学院の名は1969年1月18日の政令によっている。1989年12月18日の 精霊によって、現在の位置づけが確定した。現在の学長は、オリビエ・アイルである。一般的な他のグランゼコールと、同様、バカロレア取得者に入学試験による選抜を行う。2008年より、1年次への入学試験は、歴史と外国語の記述試験がリセの最終学年在籍者及び、前年度のバカロレア取得者に対して行われている。第2学年、または、 第4学年への入学試験も2006年から行われている。2008年からエクスアンプロバンス、リヨン、リール、レンヌ、ストラスブール、トゥールーズの各政治学院は第1学年への共通入学試験を導入したが、グルノーブル政治学院はパリ政治学院、ボルドー政治学院と同様に単独入学試験を維持している。合格率は約8%である。 常勤教授は約70人、その他非常勤講師等を合わせると、教員数は170人に達し、研究員は約60人が所属している。教育課程は5年制である。欧州連合共通の高等教育単位、学院互換制度に基づき、第1学年から第3学年の3年間は第1課ほど、残りの2年間は第2課ほどとして区分される。このシステムは、 現代社会、国際問題の高度な理解を可能にすると同時に、様々な深度に対応するためである。フランスのリベラルアーツ系一般大学では3年間で学士、さらに1年間で修士の学位が授与される。政治学院の最初の3年間の家庭修了が、リベラルアーツ系一般大学の修士と同等である。学生は、 最低二つの外国語を習得するようにも求められており、政治学院では12カ国語の中から選択する。第1学年では、ゼネラリストとしての知識、研究方法の教授がなされ、とりわけ方法論の習得や外国語能力の強化に重点が置かれている。2、3年時に、専門教育、その後の第2課ほどで、さらに広範な専門教育が提供される。 学生数は3年間の第1課ほどに属する者約700人、第2課ほどに属する者は約600人である。その他に約80名の博士号取得準備者が在籍する。在籍学生は合計で約1500人である。質、量ともに充実した教育資源を持つ。理論を踏まえた上で分析手法に重点を置いた実践的な教育を行う。 教授分野は、政治学、経済学、広報、国際関係学など、社会科学全般に及ぶ広範なものとなっている。2009年度現在、フランス語、英語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語による講義が実施されている。ほとんどの学生は4年時に1年間海外の協定大学で勉強する。このため海外の約100の大学と留学協定を結んでいる。 外国人学生も毎年約170人受け入れており、日本の大学とは、東京大学、京都大学、名古屋大学、国際教養大学、早稲田大学、上智大学などと国際交流協定を締結している。日本の外務省研修先機関としても留学生受け入れを行っている。公務員志望の学生のために、公務員試験やフランス国立行政学院入試の 準備講座も存在している。新旧、卒業は極めて狭きもんである。設立以来日本人正規家庭卒業者は2名。聴高生及び交換修学と留学生コースは別枠。現在、第2学年からは以下の4つに区分される。第2課ほどでは以下の15に区分される。ありがとうございます。